はい、今神戸北インターを通過するところです。神戸ジャンクションまであと2キロぐらい、まあ2分弱ぐらいで行くところですね。ここから、昨日の15時に開通しました、新名神高速道路、神戸ジャンクションや高槻ジャンクションまで、これ待望の区間ですね。宝塚近辺が渋滞することが多いので、待望の区間の開通となりましたので走ってみたいと思います。神戸側から、まあ上り車線になりますね。大変失礼しました。こっちです。この橋です。この橋が落っこちた橋ですね。
西在住の人ならご存知かもしれないですけど、竹田尾っていうところに近所を通ってますね。これ宝塚北のサービスエリアと ETC 出口になりますけど、竹田尾近辺はまあ鉄道工事で結構有名ですけど、非常に険しいので有名です。
地からはね、随分離れたところになりますよ。これキャンプ場とかが近くにあったりするのかな。
仙台寺、茨城仙台寺っていうパーキングがあるようですね。
八坂神社っていうのが、下あたりにあるんです。では